今回は、がっつりとお肉が食べれる、カルビ大将さんにお邪魔してきました。株式会社アトムさん、撮影許可ありがとうございます。店内に入って、まず、順番待ち受付発券機で人数などを入力します。自分はいつもeパークというアプリで予約しちゃいます。すごい便利なのでおすすめです。個室のテーブル席に、丁寧な接客で案内されました。グループや友人や家族で、食事をするのにもってこいな環境です。コースによって、メニューが変わります。単品メニューもちゃんとあります。アルコールの種類も素晴らしい。タブレットの説明もあります。まず、ドリンクバーへ。レッツゴー。ドリンクバーを注文すると、ソフトクリームの食べ放題もついてきます。お肉到着。タッチパネルでお肉をガンガン注文しました。どんどんお肉を注文。友人が、ガンガンお肉を焼きますと。焼肉を食べる準備をしなくては。甘口タレを。こってりタレを。真ん中に、塩レモンタレを。準備万端。これでお肉を楽しめます。目の前にある、大盛り焼肉に合うご飯いただきます。味付け海苔とネギとご飯。焼肉がなくても全然いけちゃいます。カルビ大将さんにお邪魔するときは、ほぼ焼肉に合うご飯を食べてます。大盛り焼肉に合うご飯ごちそうさまでした。食べ放題にはやっぱりドリンクバーをつけなくては、ぶどうジュース最高。友人が、お肉を上手に焼いてくれています。食べるの専門でごめんなさい。焼き上がったお肉いただきます。牛カルビです。甘口のタレにつけていただきます。お肉のジューシー食感に甘口のタレが合います。今度は、塩レモンダレでいただきます。レモンの酸味がいい感じに効いていて、美味しいです。たくさん注文したお肉をガンガン食べなくては。上ハラミどうぞと。ジューシーで、弾力があり、食べやすく。
こってりタレが合います。グレート。甘口のタレで食べる上ハラミもグッド。タブレットで食べたいものをポチポチ。コーンバター焼き到着です。熱々の網の上へ、パス。再び、美味しい牛カルビいただきます。至福という言葉がぴったりです。さすが、至福コース。甘口のタレと、お肉のハーモニー、たまりません。ポテトフライ到着です。じゃがいもバター焼き到着です。揚げ物2品目、鶏の唐揚げ到着です。揚げ物3品目、2人前の揚げたこ焼き到着です。ケチャップのセッティング完了。厚切り牛タン、いただきます。さすが牛タン。じゅわっと肉汁が口の中に広がります。デリシャス。コリコリとした食感も素晴らしい。ポテトフライからいただきます。塩とケチャップが合います。グッジョブ。ポテトフライごちそうさまでした。どんどん食べていきます。次は鶏の唐揚げ。ジューシーなお肉に、衣のカリッと感、グッド。鶏の唐揚げごちそうさまでした。次に、お邪魔したら必ず注文する、揚げたこ焼き2人前いただきます。カリッとしていて、中のトロッと感がたまりません。揚げ物、4品目、チーズポテト到着です。揚げたこ焼きごちそうさまでした。本日のおすすめを注文したら、美味しそうなタンが来ました。続いてのお肉は、塊肉。牛せせり。続いては、肉厚ミスジステーキ。まだあります。壺漬け牛カルビ。お肉に合うステーキ宮のタレ。大好きなチーズポテトいただきます。もちっと食感からのチーズ、たまりません。チーズポテトごちそうさまでした。鶏だし冷やしラーメンいただきます。焼肉を焼いている環境には、冷やしラーメンが合います。麺のいい感じの硬さに、ごまとレモンのコンビネーション、最高。鶏だし冷やしラーメンごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しそうな、ミスジステーキ。2杯目の大盛り焼肉に合うご飯到着です。今度は、上ハラミを宮のタレにつけていただきます。宮のタレのパンチが効いていて、めちゃくちゃ美味しいです。さすが焼肉に合うご飯、お肉とのコンビネーション最高です。宮のタレにつけて、せせりいただきます。口の中に、噛むたびに広がるお肉の美味しさ、トレビアン。大将さんで自分が多く注文する、うまカルビです。溶けると同時に、美味しさが口の中に広がります。グッド。
友人がカットしてくれた、豪快カルビステーキです。ステーキと言ったら、やっぱり宮のタレ。噛み応えがあって、じわっとお肉の美味しさが伝わってきます。グッジョブ。食べやすいように友人がお肉をカットしてくれています。自分は、ひたすら食べてます。心が痛い。大盛り焼肉に合うご飯ごちそうさまでした。ほかほかのコーンバター焼きいただきます。バターの風味に、コーンの甘み、ガツガツ食べたくなります。コーンバター焼きごちそうさまでした。3人でガツガツ食べています。肉厚ミスジステーキいただきます。宮のタレをしっかりつけて。食べ応え抜群。肉汁が食欲をかき立ててくれます。肉厚ミスジステーキごちそうさまでした。本日のおすすめのタンいただきます。弾力のあるプルッと食感がたまりません。網が黒くなってきたので、タブレットの無料サービスから網交換。ドリンクバーからカルピスウォーターをゲット。店員さんが来て、網を交換してくれました。これで美味しいお肉が食べれる。網が温まってから、お肉を焼かなくては。ここは耐え時。じゃがいもバター焼きをセッティング。網が温まってきたので、ぼちぼちお肉を投入。友人の好きなレバーに、厚切りタン。まだまだたくさんお肉があります。タブレットで食べたいものをポチッと中。便利で素晴らしい注文形式。お肉がたくさん、パラダイス。インパクトのある、厚切り牛タン到着です。とろ玉うどん到着です。卵とうどんとネギが入っています。混ぜ混ぜタイム。コシのあるうどんに卵が合います。自分は冷たいのを選びましたけど、温かいのもあります。とろ玉うどんごちそうさまでした。お肉もガンガン食べていかなくては。厚切りタンいただきます。何度でも食べたくなる美味しいお肉。絶品。熱々のじゃがいもバター焼きです。惚れ惚れする香り。友人が壺漬け牛カルビを網の上へ。これは絶対に美味しいやつ。じゃがいもバター焼きいただきます。ほかほかのじゃがいもにバター。最高の組み合わせ。石焼きチーズビビンバ到着。こちらも激アツです。チーズを入れなくては。熱々の容器なので、自然にチーズが溶けます。楽しめる一品。じゃがいもバター焼きごちそうさまでした。チーズがいい感じに溶けた。石焼きチーズビビンバいただきます。
キムチ、ナムル、ライスにチーズが交わり、ドリアを食べているような美味しさです。壺漬け牛カルビいただきます。味噌ダレの美味しさが感じられる美味しいカルビです。さすが石焼き、ご飯のお焦げが素晴らしいです。ガンガンお肉をいただきます。すごい激熱、思うように箸が進まない。寒い季節にぴったりな一品です。かなり満腹状態になってきました。香ばしいご飯のお焦げが美味しい。石焼きチーズビビンバ、ごちそうさまでした。柔らかカルビごちそうさまでした。友人が、お肉で芸術作品を作りました。一人がもう食べれないと、自分も結構満腹状態。お肉を注文しすぎたかなぁ、という焦りが。友人が、ガンガン焼いてくれた、柔らかカルビいただきます。すごく柔らかく、甘口のタレがめちゃくちゃ合います。お肉がたくさん、自分一人で全部食べれるか。際どいけど、二人なら平気へっちゃら。あとは、ひたすら焼肉の食べ放題を楽しむだけ。牛カルビ最高。こんだけ腹いっぱい焼肉が楽しめるなんて、焼いてくれている友人、カルビ大将さん、ありがとう。お肉お肉お肉、最高の空間です。再び壺漬け牛カルビ。壺漬け牛カルビから香ばしい香りが。ラストのお肉、壺漬け牛カルビいただきます。お腹いっぱいお肉が食べれました。大満足です。ここからは、スイーツタイム。まず、ミニクレープアイス。クリームケーキ、ベイクドチーズケーキ、カタラーナ、スイートポテト雪見アイス、
わらび餅と黒蜜きなこアイス。ミニたい焼き。みかんクラッシュゼリー。友人がラストのお肉を取って、お肉タイム終了です。わらび餅と黒蜜きなこアイスからいただきます。わらび餅と黒蜜きなこに、アイスがめちゃくちゃ合います。ブラボー。わらび餅と黒蜜きなこアイス。ごちそうさまでした。次に、スイートポテト雪見アイスをいただきます。しっとりとした滑らか食感に、さつまいもの風味が広がります。グレート。雪見アイスのプニプニ食感、最高。スイートポテト雪見アイスごちそうさまでした。大好きなカタラーナいただきます。焦がしカラメルのほろ苦さとクリームの甘さがベストマッチ。絶品スイーツ。カタラーナごちそうさまでした。続いて、ベイクドチーズケーキをいただきます。チーズの美味しさが、口の中に広がり、次から次へと食べたくなります。ベイクドチーズケーキごちそうさまでした。次に、クリームケーキいただきます。ブルーベリーソースとクリームがいい感じです。クリームケーキごちそうさまでした。次に、ミニクレープアイスいただきます。クレープの生地とアイスの組み合わせに惚れ惚れ。ホイップクリームに果肉にブルーベリーソース。贅沢な一品です。ミニクレープアイスごちそうさまでした。次に、みかんクラッシュゼリーいただきます。みかんとゼリーのさっぱり感、グッド。みかんクラッシュゼリーごちそうさまでした。ラストにミニたい焼きいただきます。たい焼きからのあんこにホイップクリーム、グッド。ミニたい焼きごちそうさまでした。至福コース、ごちそうさまでした。結構食べたんですけど、まだまだ紹介しきれないほど、メニューがたくさんあります。お肉、サイドメニュー、スイーツが充実しているので、グループや家族で利用するのもいいです。自分も昔は月3で、会社の人やクラブ活動の集まりとしてお邪魔したりしていました。今度お邪魔するときは、アルコール編なんかもいいかなと思ったりしています。では、今回はこのあたりで失礼します。